さあ、ここが新しいアトリエだ。みんなでいっぱい絵を描くぞ。やっとのことで念願のアトリエを手に入れた4人のパルナソスメンバー。1、2、3、4、5、5人いる。ところがあなた誰？そこには敵か味方か謎の5人目の人物が。あれ、この子なんか伝えようとしてない？え、その泥絵まさかユウスケなの？そして突如ユウスケの身に起こる異変。こんなんじゃまたみんなバラバラになっちゃうよ。果たして明日からの展覧会に間に合うのか。お前まさかユウスケにその注射器打ったのか？じわじわと4人に忍び寄る魔の手。そんな中、4人の平穏な生活を守るため一人戦地に赴くイワンソン。ピクショー、やってもやってもキリがないわこいつら。あの4人が平和に絵を描いて暮らせるように。それぞれの思惑が交錯しながら物語はクライマックスを迎える。連続ラジオドラマパルナソスの人たち、乞うご期待。マスキングテープみたいにくっついて離れて跡が残らないってわけにもいかないのよ。ニスタナとタナイワのサウスナウサキレイディオ。はい、本日も始まりました、サウス長崎レディオ。今日もですね、豊島区は南長崎は原っぱ公園に隣接する平屋内の特別ラジオブースより、私ニスタナと花岩で本日もね生放送でお送りいたします。よろしくお願いいたします。と、いやー、ラジオ版、ラジオドラマの方もいよいよ佳境に来てますね。ね、面白いですね。あれ、すごい戦場？ねえ。すごいシーンで。なんか、いや、あそことあそこがね、ましたね、結びつくのかどうかっていう。ね、いやー。気になりますね。なんか注射器の話とか。なんかね。出てきましたね。一応舞台はこの辺りらしいんですよ、ね、あの池袋、豊島区とかその辺りの、まあ、実話を元にした4人の、まあ、アーティストとか絵描きの人たちがやっぱ昔やっぱここがあのそれこそあの、モンパルナスって呼ばれた、ね、呼ばれてた地域で、まあ、その時にその男女2人かな、あの4人のなんかユニットみたいなのがあって、うん、それを元にしたドラマなんですよね。そうですね、あの、うん、なんかまあモデルというか、でもあの、まあ、実在していたと言われてるんですけれども、うん、あの実際本当にそれが誰だったのかっていうのは、まあ本当はあの語り継がれている話で、うん、そのここの界隈の絵描きとか画家の間でそういう話があったっていう。ねえ、なんか自主予告にもね。あ、なんかね、なんか出てましたね。ねえ、5人目みたいな。これ来週ね、僕もあのラジオパーソナリティ役で出てるんですよ、実は。あ、そうなんですね。へえ。まああの。いいですね。結構キーになる役には。もうこれ以上は言えないですけどね。まあそれ以上聞かないですけど。いや、聞いてほしそうですけど、ね。いや、もう、ね、聞かないですよ。いや、本当来週ね。絶対聞かないです。まさかあの人がね。いや、もう聞かないんで、言わないで。まあね、来週はですね、拡大版で
10分間放送があるみたいなんでね。あ、そうなんですね。短いですもんね、いつも。そうですね、あっという間に終わっちゃいます、ね、いつも5分ですけどね、あれ、うん、ほぼほぼ自習予告、うん、はいはい、そしたらね、まあまあ、ラジオドラマ、パルナソスの人たちね、うん、ぜひぜひ来週もね聞いていただけたらなと思います。楽しみで、こちらラジオ、こちらの放送自体は久しぶりになりますね。あ、本当だ、この場所でね、この時間帯っていうのは1年ぶりぐらいですね。1年ぶりぐらいですね。なかなか早いですね、1年早いですね。なんか今年も終わっちゃいますね、12月で。よかったですよ、この平屋も撤去されなくて。本当に、いや、もう本当に今もあるのかどうか分かんないですけどね。まあ、それを言うと、それを言っちゃおしまいだね。まあね、でもこっから公園見るとね、まあ、タイムトラベル的な。そうですね、うん、ちょっと私もどこからやってるのか、うん、そうですね、今がいつなのか。いやね、本当でも2021年12月ですね。12月の3日、123ですよ、うん、123、2021123。おーい、暗号が、あ、暗号、暗号、うん、キーになりますよ、それ、うん、いや、暗号はキーでしょ。暗号はキーですよ。暗号ってキーなんじゃない。ダヴィンチコード的な感じでね、これから。あ、パルナソスコードがね。なるほどね。あのマヤさんの絵に隠された本当の意味とはみたいな、うん、あそこ、そういうところもね、マヤ館から持ち出されたお宝の数々それが今池袋に眠っているかもしれない。いや、もうそれはないですよ。わかんない。ないです。まあ、そんなダヴィンチコード的、私ダヴィンチコードよく知らないんですけど。僕もね、見てないんですよね。まあ、そういう感じだろうね。なんか、わかんないけど。わかんないけど。持ち出された暗号を解くんじゃないですか、ね、うん、あれでしょ、ブルース・ウィルスじゃない。ブルース・ウィルスじゃないですよ。ブルース・ウィルスじゃない、あれですよ、なんだっけね、ショーン・コネリー。ショーン・コネリーでもないですね。ないよ、ないんだけど、でも名前が有名、有名な人ですよ。いや、わかってる、もうアカデミー賞、顔は出てんだけどね。もうなんかね、その人はもう演技が上手すぎて、なんかもう多分本当アカデミー賞取り続けるぐらいの。あ、そうなの、言われてる、ま、何情報それ。なんか高校生ぐらいの時に聞きました。本当に、誰から、なんかテレビ、テレビかな。あんまインターネットとかも見てなかったんでね、あのその時代はね、電話回線だったんで重くて、なんかもう、うん、電話回線だった ね、画像がちょっとずつ出ていくっていう。トム・ハンクスですよ。あー、トム・ハンクスだ。うわー、自分で思い出せなかった。へえ。まあいいや、トム・ハンクスね。トム・ハンクスもね、おいおい出てくるかもしれないですね。あー、パルナソスの、パルナソスの人たち。はい、あの、あ、結構じゃあ規模すごい規模ですね。あの近くにワッカっていう商業ファッションビルがあるじゃないですか、うん、あそこのね、うん、あのオーナー役でやり手のオーナー役で、ちょっと確かになんかトム・ハンクスっぽさ、そう、一台で気づいた、一台じゃないのかな、分かんないですけど、いやいや一台ではない、でもだからもう本当にそこのここのなるほど、ね、いろんな池袋の場所に散りばめられた謎とかが、ダヴィンチならぬ、どう、パルナソスコード、そうですね。で、あとまあ
戦地で戦地で頑張ってる人いましたよね。ああでも一人あこれ言っちゃう。ああそうなんだ。まあまああの先ほど初めに言われた俳優の方もおいおい出てくるみたいなんで。あそうなの。え初めに一番初めに名前挙げられた。ほんとドキッとしましたもんその時。あほんと。ええ誰だっけ。えあれ知ってんのかなって思って。あ、本当に。もう忘れちゃいました忘れちゃいました、はい、もうなんだっけ。まあまあじゃあじゃあもうこの辺りにするもうこれ以上ネタバレう、ね、もうお灸を据えられますんで私が、はい、これ以上はもう灸を据えられます。もう今据えられてます。灸って懐かしいな今の時代あんまね、はいはい、ね、はい、そうそうそう、あとまあいろいろありましたね。ほんと終わってしまうっていう。今年もねいろいろ暦の上では2012月、そうですね、1,2,3 でやっとまあでも寒くなったとかっていう感じもありますしね。今年もちょっとこじらせましたわ。風こじらせましたが、うん、今ですか。なう風行きまして、風のコロナではなかったですね。風のなう勝手に検査させられたけど、今なんかそういうシステムなってるんですかね。なんですかね。なんか病院行ってその熱があるって言ったらやっぱコロナの疑いになるんですかね。すごい大変なことになった。なんか子供を見てもらいに行ってついでに見てもらおうと思った、はい、私がすごい時間かかっちゃって、なんか、まあ、子供を、まあ、1時間半後ぐらいに迎えに行くみたいな。それあれなんですか、耳鼻科だからですかね。なんかなんだろう、すごいダースベイダーみたいに防護服着た先生が外で診察するからって言って外で待ってる私のところに来て、シューシューコーシューコーって言いながら、腹苦しかったですかみたいな、全然聞こえなくて、そのどっちかというと苦しそうですよね。先生の方が苦しそうでなんてって何回も本当コントみたいな、まあそういう、まあでもね、わかんない、マニュアル、実際にコロナだったら大変だから。でも熱ある人に全員その対応してるんですかね。あでも私熱ないんだよ。熱ないのになんで。昨日ちょっと微熱、はい、7.2 ぐらいが、はい、まあ、ちょっと出ましたねって言ったらもうなんかすごい対応が変わってあもうなんか外で問診票書いてくださいみたいな、あもう外行ってくださいみたいな、まあ、その中にいる人はじゃあもうだからよくわかんない。中にいる人はじゃあもう全員スルーなのみたいな。なんか咳出てる人とかいても あなんかその咳はいいのみたいな、まあ、すごいっすね。いやいやなんか咳出ててもなんかダメみたいな感じだった、すごかったですね、まあ、びっくりしました。今だからなんですかね、なんかそういう風に、うん、まあまあね、今っていうか特に今もう一旦落ち着いてマニュアルがもうみんな定着した。まあこっからもう本当に一旦もう今フラットなんで、そこからはもう出さないぞっていう感じですかね。そしたらでもうなんか先生もすごい適当な感じでさ、まあ兵庫も今なんか3人ぐらいしか出てないからねとか言いながら、まあ陰性だったよとか言ってさ、あはいはい、ああ、何その兵庫で3人ぐらいしか出てないからあんたも陰性だよ、あんたも大丈夫だったよって何それみたいな、なんか別に言わなくていいやつ、言わなくていいし、なんかそのいや3人中の1人かもしんないじゃんみたいななんか、うん、まあいろいろ大変ですね、まあ、ね、大変なんだよ、なんかもう分かんなくなってきてますよ、なんかもうね、そう、ちょっと面白かったって話ですね、その先生が、うん、ね、12月みんな風邪ひかないように、そうですね、ひかないようにっていうか
急に寒くなったのにね。なんかあれ、ここでちょっとあの、はい、ニュースが入ってきました。はい、たった今入ってきたニュースによりますと、兵庫県神戸市で開催された六甲ミーツアート、この中であのオーディエンス賞の3位に入賞賞金が持ち逃げされたというニュースが入ってまいりました。ただいま重要参考人として、元ジ・アルフィーメンバーであり、ギタリストの男性の行方を追っているということです。また詳しい情報が入り次第、番組途中でもあの追って連絡いたします。以上ニュースでした。はい、いやなかなかちょっと大きなニュースが入ってきましたね。うん、ね、入ってきました。大丈夫ですかね。まあね、まあちょっとこれはギタリスト、ギタリストなんとなく元なんですかね。本当なんですかね。分かんないですけど。分かんないですけどね。いやちょっとこれ本当動向をね。高見ですかね。うん、手紙。手紙ですかね。またあの続報は入り次第、いやいや、大きなニュースね、この場でご報告しますので、はい、皆様も安心してラジオを聞いてください。ね、はい、はい。ということでですね。はい、今日も。はい、今日もお話ししてきました、何ラジオでサウス長崎もうなんかモンパルナスともなんかパルナソスとなんかアルフィのいろいろ混じって分かんなくなります。サウス長崎レディオですけれどもね、はい、まあ今回はちょっともう次の番組も控えてるみたいなので、うん、はい、生放送ですし、あの、はい、お風呂とかもね、そうですね、書いてるので、もうちょっとこの辺りでおいとましようかと思いますけれども、はい、何か番組最後言い残したこととか言っておきたいこと告知ありますかね。あ、もうね、今年最後かもしれないですよね、このラジオ。そうですね、うん、このラジオが最後かもしれない、ね、違う、でも怪しいな、なんかチラシ見るといろいろありますよ。はい、いや、まあ、でもいやいやいや、まあ、何のチラシですか、まあ、なんかカチカチ言いましたね、うん、何のあれ、まあそうですね、はい、あのまた前もって連絡いただければ、はい、誰に向けていやいやいや、全員、ね、リスナーさんにね、うん、あのリスナーさん、まあお便りなりな、ね、ね、リクエストなり、あのそうですね、あの急遽今日も公開生放送ということでですね、あのまあ本当ギリギリですけど聞いてもらえればと思いますので、はいはいはい、それでは、まあこの辺りでじゃあ、そうですね、はい、まだなんかあのあっちの建物なんか絵とか飾ってるビルあるじゃないですか、あの建物タナギャラリーですか、ね、あ、タナっていうんですかあれ、あ、はいはい、なんかまあ電気ついてるみたいなんでね、うんうん、あの辺ぐらいまでな電波届くかもしれないから、まあ、あ、ギリギリ届いてると思います。聞いてくださってるかもしれないですよ。どうですかね、まあ、うん、いや、まあ、誰が聞いてるか分かんないですけど、ね、も夜も遅いですしね、もうと、ん、アルフィが聞いてるかもしれない。あ、そうですね、潜伏中の、うん、ひょっこり現れるかもしれないですね、もしかしたら何か、うん、まあでも実際にあの人がいたら聞いてほ、聞いてじゃ聞かれちゃあれだよね。そうですね、まあ今日はいないですよ、うん、まさかね、まさか分かんないけど、はい、はい、といったところで、はい、今日も、サウス長崎レディオ、うん、原っぱ公園隣接する平屋、はい、内の特設ラジオブースより生放送でお送りいたしました、はい、それではまたいつかお会いしましょう、ま、はい、See you! 頑張ってまた